技術士、名誉教授。長年にわたり、農業に関する研究、教育を行っている。研究分野は、園芸学、植物栄養学、生物環境調節学、施設栽培学、養液栽培技術など多岐にわたる。1967年、茨城県立水戸第一高等学校卒業。1971年、東京教育大学農学部農学科卒業。 1973年、大阪府立大学大学院農学、研究科園芸農学専攻修了課程修了。1973年、大阪府立大学農学部助手。1988年、筑波大学農林学系助教授。1992年、大阪府立大学農学部教授。この間に、農林水産省流動研究院、三重大学大学院。 鳥取大学大学院などで、講師兼任、福井県農業試験場客員研究員兼任。2000年、大阪府立大学大学院農学生命科学研究科教授。2005年、公立大学法人大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授。この間、香川大学大学院農学研究科講師兼任、福井県園芸試験場客員研究員兼任。 放射線医学総合研究所客員、協力研究員兼任。2009年3月大阪府立大学退職、同名誉教授、客員教授。2009年4月からは、千葉大学環境健康フィールド科学センター、特任教授、大学院兼任教授として、脳症候連携植物工場実証、展示、研修事業を行う。植物工場プロジェクトでは、 トマト果実の年間収量5 1ラム、平方メートルを達成したコンソーシアムで、オーガナイザーとして協力した。2010年2月より、合同会社つくばギガバイトソリューションを立ち上げる。園芸学会、土壌肥料学会、日本農業気象学会、養液栽培研究会、農業施設学会、生物環境調節学会、インターナショナルソサエティーフォースイルレスカルチャーなど。 農業や園芸に関する多くの書籍や論文を書いている。ありがとうございます。